ザ・パシフィック・ショーケースの演奏をお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。楽しい時間はですね、早く過ぎるもので最後の1曲をご紹介する時間となりました。本日のですね、皆様のご来場を心よりお礼を申し上げます。ここでですね、グループリーダーリッキー専務総長より皆様に一言ご挨拶を申し上げます。こんばんは皆さん。It is always a pleasure for us to perform here in Tachikawa Risuru Hall, just down the street from our home, just north of here at Yokota Air Base. こちらの立川のレスルホールさんでですね、演奏できるのは本当にいつも楽しみにして楽しませていただいております。ちょうど私どものですね、横田基地の方から本当にすぐ近くからということでですね、大変楽しみにしておりました。Music is a powerful tool that brings people together. 音楽はですね、人々を結びつけるという、すごい力を持っております。Our two nations, United States and Japan, have been strong partners for over 70 years. 日本とアメリカはですね、70年以上、強い、パートナーシップで結ばれております。So tonight's concert is a celebration of the strong friendship and partnership that our two nations share.今日のコンサートはですね、日本とアメリカが共有できるすごい、力強い友好、友情、そしてパートナーシップを共有できる場所ではなかったでしょうか。So, on behalf of the United States Air Force Band of the Pacific, どうもありがとうございました。アメリカ空軍代表を代表しまして、お礼を申し上げます。リッキー CM 総長のご挨拶でございました。お送りしてまいりました立川一帯音楽祭りウィークですが、私どものですね、この一帯音楽祭りはまだまだ終わりません。20日のですね、日曜日のお昼12時ぐらいからですね、この今度当音楽隊のロックバンドパシフィックトレンズが立川タクロス広場で、演奏させていただくことになっておりますので、2人のですね、またこれも女性ボーカリストが本場アメリカのロックを迫力と魅力いっぱいにお送りしますので、またお立ち寄りいただければと思います。さて本日のオーラスは、この後ですね、何もなければ最後という意味にはなっておりますが、ご心配無用です。アンコールの時間は我々サービス残業にはなりませんのでご安心ください。グレミラ楽団と同時にスイング黄金時代の歴史を担いましたカウントベイシー楽団よりジャンピング・アッザ・ウッドサイドという曲をお送りいたします。この曲のですね、聴きどころは3名のサックス奏者のトレーディング演奏をお楽しみいただけるところとなっております。また短く繰り返されますフレーズリフが特徴となった曲となっております。 Jumping at the Woodside from Count Basie Orchestra、 どうぞお楽しみください。